ドをぶっ飛ばすのは俺だからな。邪魔すんなよギザオ。ねえこら、人の話聞いてねえのかバカザル。カイドウを倒すのは俺だ。どこだカイドウ。このまま負けっぱなしじゃいられねえ。それより周りの敵を片付けるのが先だろう。じゃあまともに進めねえ。あとカイドウをぶっ飛ばすのはこの俺だ。倒すだけか。やるぞ麦わら。先にあいつをぶっ飛ばそう。ビッグマムだと。カイドウを倒す邪魔をしやがったら承知しねえぞ。止められるもんなら止めてみろ。出てこい麦わら。この島にいるのは分かってるんだ。頼むの
逃がさねえぞ麦わら。命取られる覚悟はできてんだろうな。うるせえ、お前こそ俺の邪魔するな。来いビッグマン、俺の力思い知らせてやら。この者いくぞ。計画を台無しにしやがって。お前の首取らなきゃ落とし前がつかねえんだ。だったらお前もここでぶっ飛ばす。誰だろうと俺はもう逃げねえ。ゲットバズーカ。ヘブンガイゲットバズーカ。飛ばされた。おろろろろろ。小僧がたった二人で俺を倒そうかと。やっぱり強えなカイドウ。俺の弾力を受けてみろ。よっ、おーし、スネークマン。えい、やりすぶすぞ。カイドウは俺がぶっ飛ばす。黙れバカザレ。お前こそ足手まといだ。へっこんだ。ガキど、誰をぶっ飛ばすだ。まだ心は折れねえよ。潰して俺の戦力に加えてやる。ふざけんな。俺は海賊王になる男だ。話にならねえ。最悪の世代だと笑わせるんじゃねえ。お前らがやってんのはただの海賊ごっこだ。貴様、カイドウ、お前バカめ。女野郎と組んだぐらい俺の首が取れるとでも思ったのか。お前らみてえなガキが海賊王になるだと。図に乗るな麦わら。俺の下につく気がねえならもういい。二人仲良く死ねえ。かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海に駆り立てたという。グランドラインの果てにあるというワンピース。その宝を狙い、世界中の海賊が海へと乗り出した。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。なんかが海賊になれるか。なる。俺はいつかこの一味にも負けない仲間を集めて世界一の財宝を見つけて海賊王になってやる。おお、俺たちを超えるのか。じゃあこの帽子をお前に預ける。俺の大切な帽子だ。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。怒りを上げろ。大晴れ、出発だ。
そして少年の冒険は10年後のこの場所から始まる。10年後。いやー、今日は船出日和だな。まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。よっしゃ、行くぞ。海賊王に俺はなる。かくしてモンキー・D・ルフィは幼い頃に出会った偉大な海賊赤髪のシャンクスとの約束を果たすため一人海に出た。そしていつか海賊王になるという夢を胸に海を進むルフィはイーストブルーで様々な出会いを経験する。海賊狩りの剣士ゾロ、狙撃手のウソップ、コックのサンジ、航海士のナミ、そして海賊船ゴーイングメリー号を航海の仲間に加えた。ルフィたちが目指すことに決めたのは世界中の海賊たちがしのぎを削るグランドライン。その果てにはかつての海賊王ゴールドロジャーが残したといわれるワンピースがあるとされる。数々の仲間と共にイーストブルーの名だたる強者や海賊たちを倒したルフィは3000万ベリーの賞金首となっていた。長い航海に備えるために立ち寄った町ローグタウンで海軍大佐白鳥のスモーカーに追われたが、なんとか振り切りイーストブルーを後にする。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。ルフィと仲間たちは未知なる冒険を前にそれぞれの夢と目標を改めて宣言するのだった。行くぞグランドライン。グランドラインに入り新たな冒険を始めたルフィたちの前に秘密犯罪会社バロックワークスに潜入していたアラバスタ王国王女ビビと出会う。バロックワークスによる内乱を止めたいと願うビビを祖国に送ることに決めた一味だったが、ナミが高熱を発して倒れてしまう。そこでビビは一つの提案をする。一刻も早くナミさんの病気を治して、そしてアラバスタへ。それがこの船の最高速度でしょ。ドラム王国に上陸した一味は国唯一の医者ドクター・クレハにナミを見せ、クレハの弟子で人々の身を食べたトナカイチョッパーと出会う。ルフィたちはチョッパーを戦意として一味に誘うが、人間にもトナカイにも拒まれた化け物である自分は仲間にはなれないという。誘ってくれてありがとう。俺はここに残るけど、いつかまたさ、気が向いたらここへ。うるせえ、行こう。ナミの病状も無事回復し、チョッパーを仲間に加えて冒険を再開した一味はビビの祖国アラバスタへと舵を取る。ヒーロー？クロコダイルはアラバスタのヒーローなの？ええ、クロコダイルは桜花七部海、つまり世界政府公認の海賊ってこと。国の人たちにとっては町を襲う海賊たちを追い払ってくれるなら七部海でも海軍でもありがたさには変わりはないの。しかしその英雄が実はアラバスタを乗っ取ろうとしてるとはみんな夢にも思ってねえんだろうな。クロコダイルは国を乗っ取るために
アラバスタで暴動を起こそうとしてる。まずはそれを抑えてバロックワークスを追い出すことができればアラバスタは救われる。話は分かったわ。あれ、ルフィは？麦わら。あ、やっぱり来たか、この国へ。お前、あの時の煙、なんでこんなところに。ローグタウンじゃあと一歩で逃げられたが、ここで必ず捕らえてやる。とりあえず逃げるしかねえ。タシギ、海兵どもを緊急招集。町をくまなく回って麦わらの一味を探せ。麦わらの一味が。了解です。今度こそ海賊狩りのゾロを捕まえて刀を。捕まってたまるか。逃がすか、ホワイトブロー。かげろえ。やめときな。お前は煙だろうが、俺は火だ。俺とお前の能力じゃ勝負はつかねえよ。てめえか。白ひげ海賊団の二番隊隊長がこの国に何の用だ。ポートガス・ディ・エース。弟をね、探してんだ。エース。変わらねえな、ルフィ。出さねえぞ、麦わら。悪党が。諦めな。俺とルフィは止められねえよ。ホワイト。なんでここにいるんだよ。話は後だ。協力して片付けてもらう。ルフィ、なんですぐに海軍に見つかってんのよ。レッド、ロケット。この国で何を企んでやがる、麦わら。くそー、すごいな、煙。ホワイト、ストラッシュ。ロケット、俺は増援を連れてくる。お前らは奴らを足止めしておけ。はっ。はっ。レッド、ブルーセン、ブルーセン。逃げんなよ。ブルースケに海軍を蹴散らす。レッド、吐かせとけ。エース。どけよ。どかねえならぶっ飛ばすぞ。はっ。レッド、ロケット、ライフル。はっ。レッド、
俺が道を作ってやる。まあ見てなって。すげえ。エース、ありがとう。うん、麦わらの一味を逃がすな。よっ、レッド、ロケット、ガトリング。よっ、ビビ、どこに行きゃいいんだ。ロケット、ライフル。子供の頃使ってた抜け道もあるわ。あそこなら海軍にも見つからないはず。よっ、わかった。野郎ども、行くぞ。ライフル。よっ、レッド、ロケット、ライフル。よっ、レッド、参ったな。とりあえず逃げるしかねえ。これじゃ話もできねえ。早いとこ海軍をまかねえ。お前らどこへ逃げる気だ。おい、お前ら急げ。敵の増援が来ちまう。シュシュソンソン。相手になるぜ。その覚悟があんならな。レッド、ロケット、ライフル。ちょうどよかった。こいつらぶっ飛ばすの手伝ってくれ。レッド、ロケット、ライフル。レッド、ロケット、ライフル。本当にありがとうよ。そこの女、お前も麦わらの一味だな。待て。私はただの踊り子よって聞いてないわ。助かったぜ。早くみんなと合流しねえと。レッド、ロケット、ライフル。レッド、あれ、みんなどこへ。はい、レッド、よっ、大口ギッ、はい、てめえは。ロケット、あなた、あなたは、待ちなさい、逃げしません。ロケット、ライフル。いくぞ。はっ、はっ、すげえ、大口ほっ、はっ、はっ、レッド、よっ、ロケット、ライフル。はっ、レッド、よっ、ロケット、ライフル。なんだお前は。変な着ぐるみ着やがって。この野郎、仲良をバカにするのか。変わらねえな。エースもな、相変わらず強え。ゴムゴム、ゴムゴムのバズーカ。してられるか。俺たち以外の海賊を追えよ。私が捕らえなければいけないのはあなたたちです。犠牲にあなた、この手で捕まえなきゃいけないのに。俺だって捕まるわけにはいかねえんだよ。まだよ。一人ではスモーカーさんと合流しないと。ようやく行ったか。レッド、よっ、ロケット、ライフル。エポール、
俺に任せろ。ありがとう。おかげでさっさと片付いた。もう少しで逃げ切れるな。いつまでも逃げ切れると思うな。スモーカー大佐と連絡が取れん。麦わらはどこだ。今のうちに敵を撒くぞ。うん。兄ちゃん、さっきのやつはお前の兄貴なのか。あ、俺の兄ちゃんだ。エースは俺より3つ上だから3年早く島を出たんだ。しかし兄弟揃って悪魔の実を食っちまってるとは。とにかく強えんだエースは。勝負して一回も勝ったことなかった。あんたが一度も生身の人間に。そうさ、
負け負けだった。でも今やったら俺が勝つね。お前が誰に勝てるって？エース。ああ、こいつはどうも。皆さん、うちの弟がいつもお世話に。いや、まったく。とにかくまあ、会えてよかった。ほら、これをお前に渡したかった。あ、髪切るじゃんか。そいつ持ってろ、ずっとだ。その髪切れが俺とお前をまた引き合わせる。出来の悪い弟を持つと兄貴は心配なんだ。お前らもこいつには手役だろうが、よろしく頼むよ。もう行くのか？ああ、俺は今重罪人を追ってる。最近は黒ひげと名乗ってるらしいが、もともとは白ひげ海賊団2番隊隊員、俺の部下だ。奴は海賊船で最悪の罪、仲間殺しをして船から逃げた。隊長の俺が始末をつけなきゃならねえ。そんなことでもねえ限り、俺はこの海を逆走したりしねえよ。次に会うときは海賊の高みだ。来いよ、高見。ルフィ。反乱軍は王都に近い町に本拠地を移したみたい。もう時間がない。大丈夫、きっとまだ間に合うわ。とにかく先を急ぎましょう。やめた。は？おい、ルフィ、早く行って反乱軍を止めなきゃ。お前、100万の人間が激突してえれえ事態になっちまうんだぞ。つまんねえ。何を、こら！ビビ、俺はクロコダイルをぶっ飛ばしてんだよ。反乱してる奴らを止めたら、クロコダイルは止まるのか？その町についても、俺たちは何もすることはねえ。海賊だからな。こいつは考えもなしに、たまに確信をつくよな。お前は、この戦いで誰も死ななきゃいいって思ってるんだ。国の奴らも、俺たちもみんな。七部会が相手で、もう100万人も暴れ出してる戦いなのに、みんな無事ならいいと思ってるんだ。甘いんじゃねえのか。人は死ぬぞ。やめてよ、そんな言い方するの。今それを止めようとしてるんじゃない。なぜ誰かが死ななきゃいけないの。悪いのは全部クロコダイルなのに。じゃあなんでお前は命かけてんだ。この国を見りゃ一番にやんなきゃいけねえことくらい俺だってわかるぞ。何よ。お前なんかの命一個でかけ足りるもんか。じゃあ一体何をかけたらいいのよ。他にかけられるものなんて私何も。俺たちの命くらい一緒にかけてみろ、仲間だろうが。本当はお前が一番悔しくてあいつをぶっ飛ばしてんだ。教えろよ、クロコダイルの居場所。
オーダー受けたまわりました。クロコダイルのいるレインディナーズを目指したルフィたちだったが、再びスモーカーに追撃され、ビビ、サンジ、チョッパーとはぐれてしまう。スモーカーともどもレインディナーズに突入したものの、ルフィたちはクロコダイルの罠によって捕らえられてしまった。巧妙な罠だ。ああ、しようがなかった。避けられた罠よ。後先考えずに突っ込むなんてバッカじゃないの、あんたたち。まったくだ。あんたもよ。こんな時に私たちを追い回すからこんなことになってんじゃない。共に死にゆく者同士仲良くやればいいじゃねえか、クロコダイル。ああ、噂通りの野犬だな、スモーカー君。花から俺を味方とは思ってくれてねえようだ。だが正解だ。てめえには事故死してもらうことにしよう。小物相手によく戦ったと政府には報告しておくさ。あいつが七部会の一人か。お前がクロコダイル。おい、俺と勝負しろ。まあそう吠えるな。ちょうど頃合い、パーティーの始まる時間だ。違うか、ミスオールサンデー。ええ、間もなく反乱軍がアルバーナに向かって動き出す。さて、俺たちは一足先に失礼するとしよう。アルバーナで大事な予算。何？こちらクソレストラン。てめえ一体何者だ。俺か。俺はミスタープリンス。うちのクルーたちが世話になってるようだな。ミスタープリンス、今どこにいる。そりゃ言えねえな。言えばお前は手こずらせやがって。もしもし、レインディナーズの前で妙な男を捕らえました。ガチャ。こりゃいい。見物に行くぞ、ミスオールサンデー。言い忘れてたが、この部屋はじきに水に沈む。じゃあな、麦わらのルフィ。よし、上出来だ。名演技だったぜ。これでボスはここへ現れる。僕の俺を出し、覚悟しやがれ。ノーサー。トリエポールコートレットセル。トリエポールコートレットセル。アキリテーブル。トリレポールコートレットセル。シャッター。ヒーローチョッパー、さっき俺たちが暴れた場所に敵の仲間が群がってきた。うん、あいつらも倒してボスの注意を引けばいいんだな。シャッター。トリレポールコートレットセル。シャッター。トリレポールコートレットセル。シャッター。トリエボールコートレットセル。
シャッター、トリレポールコートレットセル、勇敢のシャッター、見てろクソども、オーバー、レセンスよトリレポコートレセル、ニュートンシャット、トリレポコートレット、トリレポコートレセル、ニュートンシャット、トリレポコートレセル、ニュートンシャット、なんだお前、ここら辺じゃ見ねえ顔だか、悪いな、少しの間眠ってもらうぞ、さっさとレインディナーズに行ってみんなを助けねえと、シャッター、トリレポールコートレットセル、シャッター、俺の名前はミスター・プリンス、覚えとけ、トリレポールコートレットセル、シャッター、トリレポールコートレットセル、レセプション、見てろクソども、トリレポールコートレットセル、トリレポコートレスセル、シャットリレポコートレスセル、シャット、ソアジェムアシト、ソアジェムアシト、ソアジェムアシト、おい、お前がミスタープリンスだな、ありえない、覚悟しろ、名前が知れてきたな、この調子だ、トリレポールコートレットセル、シャッター、カジキューキースをジャル、トリレポールコートレットセル、シャッター、トリレポールコートレットセル、シャッター、トリレポール、ミスタープリンスを止めろ、マジだけで暴れ回ってる野郎だ、早く出てこい、クソバニー、ソアジェムアシート、トリレポールコートレットセル、トリレポールコートレットセル、シャッター、カジキューキースをジャル、これ以上騒ぎ立てる必要もなさそうだな、トリレポールコートレットセル、シャッター、こりゃ一体どういうことだ、何が起きてる、おい、ミスタープリンスと名乗る男が町のあちこちで暴れ回って、あいつがボスだな、見つからぬように橋を渡ろう、橋の前の奴らを片付けりゃ一丁上がりだ、よし行くぜ、コートレットセル、シャッター、トリレポールコートレットセル、シャッター、よし行けそうだな、先を急ぐぞ、トリレポールレセプション、見てろクソども、
トリレポーコートレセル。お前がミスタープリンスか。よくも俺様をコケにしてくれたな。やれ、なんとかして待たねえと。ショットリレポール。うわー、グランドセット。俺の名前はミスタープリンス。ミスタープリンスが暴れてるぞ。止めろ。これ以上俺を怒らせてくれんなよ。ショット、コアジャムはチーフ。コアジャムはチーフ。危ないところだ。早くレインディナーズ向かおう。ショット、キソリレポールコートレット、レセプション。小ザキのカジキューキュイソー。ショット、トリレポール、トリエポールコートレットセル。ニュートンショット、トリエポールコートレットセル。もう逃がさねえぞ、ミスタープリンス。トリエポールコートレットセル。ショット、トリエポールコートレットセル。ニュートンショット、トロワジャムアクシュート。そこまでだ、デザートジラソーリ。いくぜ、エクストラアッシュ。見てろ、貴様の。カジキューキュイソー。じゃあ、おいおい、おしく。やっぱり、トリエポールコートレスセル。ニュートンショット、トリエポールコートレスセル。ニュートンエクセプション。カジキューキュイソー。じゃあ、おしく。キッグハッ。無駄だ。ロシェット、コアジャムアッシュート。コアジャムアッシュート。ディエルショット。そこまでだ。俺が押されてるだと、バカな。トリエポールコートレット、トリエポールコートレット。邪魔者はいなくなった。早くあいつらを助けに行かねえと。トリエポールコートレットセル。ショット、トリエポールコートレット、ジェムシュート。ジェムは、みんな、ジミー、なんとかしろ。ここから俺が急がないと。もう内乱が始まっちゃったの。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。一体何があったのかしら。全部作戦通り。サンジさん、場所を教えてくれるかい、プリンセス。トリレポールコートレットセル。お願い、力を貸して。トリエポールコートレットセル。ショット、トリエポールコートレットセル。ショット、トリエポールコートレットセル。ルフィさんたちは檻の中なの。早く鍵を探し。あれは、トリエポールコートレットセル。クロコダイルめ、私は仕掛けた軌道、安全な場所で身を潜めていたがね。てめえがミスタースリー。おい、檻の鍵を知らねえか。ミスタースリーのドルドルの力で檻の合鍵を作れないかしら。え、ショット、トリエポールコートレットセル。ショット、トリエポールコートレットセル。ヘブン、
だよ、クソワニ。あの雑魚どもも、う許さん。即刻この手で皆殺しにし。さっきの部屋はもう湖に沈んだか。間一髪だったぜ。おい、生きてるかルフィ。ったく、能力者ってのは厄介なリスク背負ってんな。ロドノはなぜ俺を助けた。船長命令を聞いただけだ。こいつの気まぐれさ、別に感謝もしなくていいと思うぜ。クロコダイルはどこだ。あ、気がついた。うわ、煙やんのかお前。行け。今回だけだぜ。俺がてめえらを見逃すのは。次に会ったら命はないと思え、麦わらのルフィ。さあ行こうぜ。アルバーナはどっちだ。向こう、東へまっすぐよ。俺、お前嫌いじゃねえな。さっさと行け。よし、やるか。少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。3分だ。それ以上てめえの相手なんぞしてられねえ。
一つだけ言っておくぞ。どうあがこうともお前じゃ絶対に。うるせえ砂場に。王女には逃げられたが、この道アルバーナに向かったエージェントが逃がさねえ。意味はない。怖えし、目に入る者みんなを助けようとするんだ。お前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくから、お前は俺がここで仕留めるんだ。もう遊びはこの辺でよかろう。俺とお前では海賊の格が違う。俺はちゃんと真面目にやってるぞ。砂が地面に吸い込まれてく。流砂を知らんのか。墓標のいらねえ砂漠の便利な観音です。この砂走るだけじゃ抜けられねえ。思いっきり飛んじまえば。いくぞ。悪魔の身の能力は使い方と訓練次第でいくらでも強い戦闘手段になる。この俺に盾ついたことで存分に後悔するんだな。死に。ピストル。これ以上お前に付き合ってる暇はない。アルバーナへ向かうとしよう。待てよ、勝負はついてねえぞ。もう十分だろう。俺を誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、このグランドラインにゃよ。苦しそうだな。だがじきに楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。ぼちぼち時間だ。アルバーナを攻め落とせ！反乱は始まっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとうみんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。
いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。わかったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。変態が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしだが、別れ際彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちはエンジンを組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。サンデッドソンソンソン。お姫様たちが来たのとは。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。の一味、包囲を開始してください。敵はまだまだいる。
早く片付けるぞ。悪い、助かったぜ。これ以上の暴挙は許しません。今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。今はパックリ女に構ってる場合じゃねえってのに。この手でどうしたどうした。どうに状況じゃなければ喜んで虜になるのに。逃がしません。三刀流奥義三千世界正義、この手で。この感覚を待ってた。超絶だわ。これ以上の暴挙は許しません。ルフィさんたちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。そんな、だとしたら今全体目標をバロックワークスに変更して。社長命令、始末させてもらうぞ。みんな死になさい。もうここに用がない。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな、クソどもを見下すのも飽きてきたところだ。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ、もう片方は俺が引き受けた。こんなヘラチョココックに苦戦なんて冗談じゃないわ。イエー、ドラーチーソードラーチアレドラー。お前でいたわ。呆れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせあちしは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証、あちし、あちしなんかない。
じゃな。あ、とどめは刺すのかよ。こんなふざけた野郎にここまで手こずるとは。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。全身刃物人間、残撃は効かん。なるほど、俺がお前に勝った。何分持つか。俺は鉄でも切れる男になってるって。諦めろ。俺は今まで剣士と名乗る者を傷一つつけられたことはない。お前の覚悟。安らかに死ね。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本で俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い、シシソンソン。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。知らねえ。そういう思い出話はアルバムにでもしまっとるな。抵抗しても無駄だ。どうせこの広場を4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃士を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。サン・トール・ユーズ・ユーズ・ムエ・
サン、トール、シュッソンソン、サン、トール、シュッソンソン。悪いけど、サーの命令、念に念をと。サン、トール、シュッソンソン。この感覚は…あの男、もしかして砲撃手じゃない？邪魔しないで、殺しかねないわ。三刀流三刀流奥義。おい、怪しい奴がいたぞ。こっちだ。行くよ。ひょう、ひょう、こいつ、まさか砲撃手か。取れるだけ。三刀流三、サン、トール、シュッソンソン、サン、サン。思ったよりやるよ。今引いてあげる。場所を教えなさいよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。どういう場所だよ。けるような場所を考えれば分かるんじゃねえかと。サン、トール、シュッソンソン。サン、トール、シュッソンソン。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。サン、トール、シュッソンソン。急がねえと、ここ
地の場所を教えてくれよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。サン、トール、シュ、ソン、ソン。サン、トール、シュ、ソン、ソン。サン、トール、シュ、ソン、ソン。サン、トール、シュ、サン。トウルシュソンソン。サン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 トウルソンソン。サン、トウル、シュ、ソンソン。サン、トウル、シュ、ソンソン。サン、トウル、シュ、ソンソン。サン、トウル、急ぐぞ。ソンソン。サン、トウル、シュ、ソンソン。ここに怪しい奴がいるぞ。ソンソン。サン、トウル、ソンソン。てめえ、この広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる。一番高い建物の上だって聞いたぞ。サン、トウル、ソンソン。わかった、あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。こいつがポーネグリフか、ニコロビ。奇妙というか何というか。解読はできたのか。ええ、アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには、歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、
ここで殺すとしよう。フォーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ、ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。よし、やるか。水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。すべてを許そうニコロビン、うん、なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえか。お前が奪った国を。おかしなことを言うやつ。国はこれからもらうのか。俺たちがここに来た時にもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて、ここが本当にあいつの国ならもっと笑ってられるはずだ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。リビオン、人には死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからその厄介者を見捨てちまえばいいと俺は。死なせたくねえか仲間だろうが。どうあっても俺をぶちのめしたいらしい。このお前を目障りな敵と認めよう。グランドセット、グランドです。これを誰だ。化け物が潰れてきた。早くあいつ倒さねえとヤバそうだな。ぶっ壊れた柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。
フル。よっ、レッド、ハッ、ロケット、ライフル。よっ、レッド、ハッ、ロケット、ライフル。よっ、レッド、ハッ。やれろ。よっ、レッド、ハッ、ロケット、ライフル。よっ、レッド、やろ。オーブチェック。これはてめえのような駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。もう諦めろ。リビが国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んで死んだ時はお前がどこの誰だろうと俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストーム、ラスパーナ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2、ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビは、クロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてて、私一緒には行けません。
今まで本当にありがとう。冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか、私は印なら罰がいい。なんで、海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ、本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠づけたら、ビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても、左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ。